はい、こんにちは。1週間、あ、2週間のご無沙汰ですね。キューピーです。そして今日はいつも通り木山町の、はい、木山町長の松田でございます。皆さんこんにちは。そして今日初めて初ゲスト、自己紹介をどうぞ。はい、木山小6年の木村リトです。よろしくお願いしますお願いします。よろしくお願いします。精一杯の、はい、今日は遠く感じるね、やっぱり大丈夫ですかね、はい、ちょっと近くの方ずっと、はい、うん、なんかノリノリって言うよね。はい、少女久しぶりなんですけど、はい、最近暑いですね、天気も良くて、はい、そうですね、ちょっとでもコロナがね、なんかまたちょっと佐賀県も多くなってきたんですよ。あ、マジですか。うん、一昨日が38人で、うん、昨日が30人ね、どんどん増えてる。福岡県が増えてる。福岡を多くなってみたいですね、うんうんうん、ちょっとまた第3波、4波、4波になるんですね、はい、ちょっとゴールデンウィーク前やけん嫌ですね、うん、ちょうど、まあゴールデンウィークなのがそれでいいのかもしれない。なぜなら学校が休みだからね。あ、その間ですね、うん、その間にまたちょっと封じ込めるというか、はいはい、変異株はやっぱり20歳未満、それから小中学生、保育園、うんうん、そういったところにも結構広がっているのでね。あ、本当です。せっかくでワクチンのね、うん、あれが始まったんで、ね、まだまだこれからですね。あ、まだまだ、はい、木山町が今度の日曜日25日から、あ、日曜日からですね、うん、始まりますけどね。で、なんか今日来たらなんかいっぱい旗が張してあって、なんか、うん、なんかお祭りごとのなんか前準備がしてあったんですけど、あ、5月10日にですね、5月10日ですね、うん、オリンピックの、はい、聖火ランナーが、聖火ランナーが木山町の役場の前をスタートする、という、うん、で、町長はバーンと、え、バーンはしないバーンはしないですか、ちょっとご挨拶をして、セレモニーして、そして木山の伝統芸能の、はい、金振りという、はい、まあ音楽というかね、はい、をやって、そのがちょっとこう盛り上げるので、オリンピックのなんかそういう人が、うん、バーンと、バーンはないんですね。で、2.4 キロぐらいの距離を8人で、うん、8人で、うん、で、ゴールが小学校の前です。お、はい、リト走ると、いや、走ります、走らない一緒に走り行けばいい、つい並走するとかね、はい、学校遅れますね。あ、遅れると、うん、朝あるんですか。うん、朝あるんですね。で、もう全く交通止め、進入禁止になって、あ、もうその間も時間をもう、うん、はい、規制されるんですね、はい、だから大変なんで、その間だけじゃなくてちょっと前からね、あ、ちょっとそうか、うん、どう、だからここ通れなくなるから気をつけてください、うん、5月10日ですね、うん、10日ですね、はい、分かりました、はい、さあ、あとはなんか今日いいことが2つあったって聞いたんですけど、まあ、昨日ですね、あ、あれ昨日のことなんですね、昨日ですね、はい、この町長室に子供たちが30何人、はい、はい、保育園、木山保育園の、あ、保育園だったんですね、年長さんたちが、年長さんたちが元気いっぱいを、はい、元気いっぱいを、はい、来ていただいて、なんか元気もらいましたね。あ、なんか質問はって言ったら、うん、なんかみんなパッと手挙げてね、みんな挙げたんですか。あ、もうなんかでこうさしたら、うん、ちょっと好きな色は何ですかとかね。あ、まあ、やっぱ、うん、ちゃんと鬼滅の刃でどのキャラクターが好きかとか、とか、はい、あ、やっぱり何でも知っとかんと困りますね、はいはい、なかなかちょっとね、はい、はい、誰が一番好きですかとかいろいろこう突っ込まれました、ね、キャラを知っとかんといかんですね、はい、いや、それは大丈夫、鬼滅の刃じゃなくて、なくて、うん、一般的に誰が一番好きですかとか、はい、みんな好きだよって言う人です、はい、なかなかちょっとね、大変だったんですけどね、はい、だけど楽しかったですね。あ、そうですか。それと木山のテニス協会の人たちがですね、はい、コロナで、会費とかを集めたけれども、うん、大会とかができなかったので、あ、そうですね、それが、まあ、余ったので、そのお金で、うん、木山町のためにネット、うん、だから体育協会以外の人たちも使えるわけですね、そのネットはね、だから、うん、それを昨日2針寄贈していただいたんですね。あ、まあ昨日本当にいいことが2つありましてね、良、はい、かったですけどね、はい、なんかもうあれですね、大会の方も、5月23日ですかね、はい、あ、そうそう、今日ホットステーション行ってきたんですけど、なんか22日 その合宿が、はい、なんかちょっとキャンセルが入ったから、はい、大会用にどうですかとちょっと入江さんから連絡がありまして、はい、それのちょっと宣伝もさせてもらったんですけど、はい、だからもし合宿場使えるのみたいなので、大会前日もしよかったら木山町合宿場ですかね、うん、特に遠くから来られる方はね、ぜひ泊まってはどうでしょうかと、前乗りしてもらって、はい、
いいと思いますよ。ものすごく綺麗な3年目で、はい、だけどコロナで1年ね、はい、あれだからめっちゃ新品っていうか、はい、はい、あとはエミューなんかが食べれますから。そうですよね、エミューはアスリート食ですからね、うん、で合宿お風呂も広いし、合宿して泊まれて一食ついてる、うん、それで3500円ぐらいだけなんで、はい、お得なので、あと目の前が木山総合体育館、うん、もう歩いていける、うん、リト君も出るんですか今度は。リト君ね、まだエントリーしてないんですけど、うん、考え中、はい、考え中、うん、どうせ出るならね、うん、優勝したいと思うんで、うん、出ようとは思ってます。言ってしまったね、うん、言ってしまったね、お母さん聞いてるよ、うん、やったよかった、連れてきてよかったです。あ、よかったですね、うん、一応鳥栖 のキャプテンですから、小学6年生上級生で、はい、リド君が今から引っ張っていきます、はい、だから宿題しながらね、宿題しながら待って先生が迎え来て練習して、また送って帰ってくる。あ、帰りはお母さんが迎えに来てくれるんで、はい、お母さん仕事から帰ってきてから迎えに来る感じなんで、まあ、木山町もうすぐそこですからね、はい、まあ、そんな感じで、はい、うん、でお兄ちゃんも来れるときは連れていくって感じ で、うん、であとは、あ、そうそう、そして大会で、大会が今のところ、26日が、3回目の締め切りです、うん、今のところ298名、で5月、ゴールデンウィーク明けが、最後の最終締め切り、うん、はい、今度ちょっともうちょっといろいろ、なんか回転良くなるように、うん、なんか腕輪リングを、色付きのリングを作ると、うん、それで3回転とかなんかこうしようかなといって今ちょっと計画中で、うん、まあ暑くてもエアコン入りましたからね、うん、あ、エアコンも入り、そうですね、エアコンが武器ですね、うんうん、いや、だから、うん、武道場初めてのエアコン、あ、はあ、うちが使うという、はい、だから例えば昨日今日暑いじゃないですか。暑いですね、うん、この中では大変ですよね、やっぱりね、はい、うん、快適に、うん、しかも、エアコンがですね、換気エアコンなので、換気エアコン、はい、要するにコロナ対策で、あ、そういう、うん、最新鋭 の、 そういう意味ではこう空気が正常化されます。あ、なるほど、それは、はい、いい宣伝で、はいはい、じゃあそういう安心して来ていただければと思いますけどね、だけどちょっと入場制限をすると思います。ね、応援者を全員入れちゃうと、うん、ちょっと大会が密になっちゃうんで、うん、選手、スタッフ、うん、で、まあ、子供に対して前回は12月はお父さんお母さん2名とか言ってたんですけど、うん、今回はちょっともう1人に1人みたいな感じにしないとちょっと人数がきついかなと思いまして。じゃあ2人選手を出す家族は2人、あ、まあ、それは1人に1人だから、うん、ただ家族いいですかって言われても、いや、ちょっとその代わりこうリングしてもらって、時間制限のリング、うん、2時間、うん、試合して帰るまでの時間はいりますけど、うん、もう次のなんか色が、うん、来てきたらもう出なきゃいけない、うん、前はそのままで行っちゃって、だから分からないじゃないですか、うん、色の区別してなかったら、うん、だからそれでちゃんと色の区別でもう退場くださいっていう風に、うん、入れ替えようと思って。なるほどね、はい、ちょっと今そんな風に考えてます。まあ、コロナ対策いろいろみんなで、ね、そうです、一回経験したことによって、うん、次のまた新しいこう、はい、計画とか、うん、大丈夫になるように進化していきたいと思いますんで、うん、まあ、変異株も今もう全部、うん、変異株に入れ替わってますけども、うん、小さな子供さんへの感染力も強い、うん、なんかね、そういうふうにも、うん、なんか痛いらしいですね、筋肉注射あ、それはワクチンの話ですね。あ、それはワクチンの方ですけどね、うん、なんかみんな痛いって、受けた人の話聞くと痛いって言うからですね、うん、はあ、まあ充実する人がそんなので痛かったらいかんでしょうと私は思いますけど言ってください、はあ、言ってください、はあ、痛くないですよね充実する人はそんなものは平気ですからね、はい、はい、分かりました、はい、じゃあ最後に、はい、リド君、最後松田町長に質問タイム。あ、はい、はい、普段は何をしてらっしゃるんですか？なんかすごいシンプルだ。家でってことね。はい、DVD を見るのが好きなんですよ、はい、だから、特に邦画、洋画も見ますけど邦画、日本の映画、最近封切られた映画で DVD になってるやつ、うん、あ、必ずチェックする、必ずチェックします。だから、特に新作はね、うん、高いので、あ、そうですね、短い、そうですね、今はね、旧作だと2週間借りれるので、そうですね、安く、うん、もう大概うん、見てます、話題になったやつは大体見てますね、はい、そんなところですかね、はい、ありがとうございます、はい、その最近見たので
おすすめは。おすすめ。おすすめは。何でも見るんですけどね。うん、あの、浜辺、あの彼女が主演してるね、少女漫画を題材にした掛け狂いっていう。掛け狂い。掛け狂い。知ってます？知ってます。どういう字ですか？掛け狂い。掛け狂いっていうのは掛ける、あの賭博する掛ける。あ、賭博の方の掛ける。掛けて狂う。はい。あの掛け狂いの今映画が、新しい映画ができてますけど、うんうん、その前の映画が DVD 化されているので。結構渋い。はい。もう大概何でも見て、とにかく大概見てます。すごいね。リトもそれ知っとうと？あ、はい、知ってます。なんで知っとうと？好きな女優さんがおると？いや。賭博が好き？いや、全然。すごい。君は鬼滅？それとも今流行ってるな、君は。何がおすすめ？アニメでもいいよ。私は呪術廻戦という。ああ、知ってます？呪術廻戦。もう今人気あります。人気あります。ああ、やっぱりね。うん、で、誰、キャラクターは誰が好き？犬巻棘と、あの、うん、ゲトウスギュルが好きです。渋いとこ来たね、君ね。というキャラクターがいるんですよ。はい。はい、あのこれからまたあの呪術廻戦、はい、あの盛り上がっていくと思うので、あの先生も大好きなんで、そこであの会話が弾みます。はい。はい、松田町長もじゃあ好きなキャラクターを考えとってください。はい、わかりました。じゃあそんな感じで今週は終わります。はい、来週お休みで、再来週来ます。はい、それでは、さよなら。さよなら。